こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では11月の19日から29日まで開催されてますユニクロの感謝祭、これがですねめちゃくちゃお買い得になっているので、皆さんにですねスタイリスト目線でこれは結構おすすめですよというものを具体的にご紹介ができればなというふうに思ってます。まあ、先日ですね僕もユニクロライブステーションの方に出演をさせていただいて、ちょうど感謝祭の前日だったわけなんですけども、まあ、その次の日から安くなるものをですねいくつかピックアップをしてコーディネートを含めて皆さんにですねご紹介させていただいたんですが、結構ですねありがたいことに、おそらく YouTube を見ていただいている方からですねたくさんコメントをしていただいたんですね。まあ、これがですね僕がこう立っていてカメラがあって真下ぐらいにですねコメント欄が見れるようになってまして、それを僕は見ながらですね会話をしているわけなんですが、皆さんからのですね温かい励ましの声ですね聞けてすごく嬉しかったですね。まあ、そのですね感謝祭、まあ、今始まっていまして、前回はですね3つ商品をご紹介させていただいたんですが、まあ、それ以外にもですね本当にいいものがたくさんあるので、今回は僕のスマホの画面を共有しながらお話をしていきたいなと思ってますので、ぜひですねなかなかない機会なので最後まで楽しんでいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説をしています。まあ、こちらの動画の他にですねもうちょっとこうマニアックなファッション情報を出している僕の YouTube メンバーシップチャンネルというものがありまして、それがですね週に4本ぐらいのペースでだいたい平均して1回あたりですね20分から30分ぐらいですねいっぱいお話をしてるんですね。そういったものにも興味がある方はこちらのチャンネルの下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらからチェックをしていただければなというふうに思ってます。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね僕の携帯の画面をですね皆さんにシェアしながらおすすめの商品を皆さんにお伝えしたいなというふうに思ってます。まず最初はですね先日のライブステーションでもご紹介したウルトラライトダウンの 3D カットですね。これは鉄板で持っておきたいアイテムですね。色はですね様々な展開ありますが、やっぱりブラックが使いやすいですね。まあ、本当にね明るい色もあるんですけども、まあ、誰もが気軽にっていうところで言うとブラック持っておくのが間違いないかなとは思います。まあ、このようにですねアウター感覚でさらっと羽織るのもいいし、あとはインナーダウンとして使うのもいいんですよね。まあ、特にこうコンパクトになるので、まあ、旅行先とかあとはキャンプとかねそういう時にもすごい使えるんですよね。まあ、例えばね僕は室内でも使うことが多くて、キャンプもねテントの中寒かったりするので、そういった時にもこういった、ウルトラライトダウンがあるとめちゃくちゃ便利ですね。あと旅先にでもなんか持って行ったものが意外とこう寒かったっていう時にはこれ内側に着てその上にアウターをもう1枚羽織れば、まあ、十分あったかいので、まあ、1枚持っておくと便利かなと思いますね。で最近肩周りが 3D カットになったということで、まあ、だいぶねこの腕の可動域が広がったというか、まあ、スムーズに動かしやすくなったので、その点も含めてねすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。これがまた安くなって4990円おすすめです。はい、他にはですね、まあ、ハイブリッドダウンコートとかも出ていますが、個人的にはそこまで僕はこれって感じはしないですよね。続いてこれまたね先日のライブステーションでご紹介したファーリフリースフルジップジャケットかっこ長袖ということで、これはね実物があるので持ってきてます。僕の部屋着としてガンガンに活用してるんですけども、ぜひ皆さんもこれは、部屋着兼ワンマイルウェアとして使ってもらいたいんですね。なぜかというと圧倒的に肌触りがいいからなんですね。肌と触れる部分が、まあ、本当に気持ちが良くて、一着あるともう部屋着はこれで十分だろうというところで他着たくなくなるようなめちゃくちゃ魔力のあるようなアイテムですね。毛足がねちょっと長いのが気持ちのいいポイントで、モフモフですね。で色はですねたくさんあるんですが、もう間違いなくダークグレー推しです。これがねいい色です。ブラックとかネイビーも定番的でいいんですけども、なんかちょっと旬なダークグレーの雰囲気もですねとても雰囲気が良かったので、これをおすすめしたいと思います。まあ、そこまで着膨れしないのでこの上にですねコートなんか羽織るのもいいと思うんですが、基本はワンマイルウェア的にですねさらっと着てもらって、襟もスタンドカラーになっているので、首元まで暖かいというところでこれは使えるんじゃないですかね。値段ねもともと2000円前後なんですけど1290円というところでさらに安くなっているというところで恐ろしい価格ですね。ぜひ皆さんもこれはね
1着もしくは2着あってもいいかな。2着目はなんかこういったダークグリーンとかもいいかもしれないですね。モデルさんが着ているようなダークグリーンとかもいいし、まあ、鉄板でいうとブラックネイビーあたりでもいいと思いますし、これはねぜひ皆さんチェックしてください。すごく良かったです。はい、これが、2つ目良かったアイテムですね。あとはですね、隣にあるエクストラファインメリのクルネックセーターね、これもね間違いのない選択ですね。まあ、秋冬の定番で毎シーズンやってるものなので、やっぱりこういう安くなったタイミングで揃えておくといいんじゃないかなと思いますね。もうロンティー感覚でさらっと着れるような、まあ、すごくバランスのいいもので重ね着に適してるんですね。例えば、T シャツを着てその上にこのニットを着てジャケットを着るみたいな感じにすればビジネスカジュアルなんかでも使えるので、まあ、結構ね1枚あると便利かなと思いますね。まあ、色に関してはもうバリエーション多すぎて困るんですけども、個人的にはちょっとこうスウェットっぽさのあるようなこういったライトグレーも雰囲気いいなと思いますね。この動画のようにねちょっとスタンドカラーシャツとこう重ね着してあげると、まあ、よりですねおしゃれ感も出るしあったかいのでいいかなと思いますね。はい、この上にネイビージャケット着ちゃえばもうビジネスカジュアル完成ですね。あとは定番的な、まあ、もうちょっと濃いグレーですね。これもシャープなグレーで良かったですね。あとは、ネイビーだとかこのあたりもいいし、個人的には前回じゃなくて前々回のライブステーションで使ったのがこのブルーなんですが、結構発色綺麗で差し色になるんですよね。ネイビーのジャケットと合わせて、まあ、グラデーションっぽく見せてあげるのもいいので、このブルーもいいんじゃないですかね。値段は1990円ということで、もう本当激安ですね。これはおすすめしたいところですね。はい、2色ぐらいあってもいいかもしれないですね。まあ、V ネックもあるんですが、まあ、個人的には丸首かなと思ってますね。はい、このあたりがおすすめです。続いて、まあ、チェックシャツとか並びますが、なかなかこのあたりは難しいですね。あの難易度高いです。アメカジっぽい感じでいいんですけどね、あの着る人による似合うかどうかが分かれるところですね。まあ、チェックシャツが続きますというところで、あとねすごくおすすめなのがヒートデックウルトラストレッチスリムフィットジーンズというところでね、これがですね、まあ、ライブステーション先日も履いていたのがこのデニムなんですけども、色3色ありまして、まあ、デニムの色合いにもですね一応こう流行みたいなものがあって、今映ってるような本当に定番的なブルージーンズというのはちょっと今旬じゃないかなって感じがしてるんですね。それよりも、プラス J なんかにもありますけども、リジットデニムみたいな、まあ、色落ちしてないようなクリーンな感じだとか、もしくは、こういったグレーですね、このブラックデニムをこう色落ちさせたようなグレー系のデニム、これがね結構シャープに見えて個人的にはいいんじゃないかなと思いますね。僕はずいぶん前ですけども大好きなブランドがあって、ディオロムっていうね、エディ・スリマンっていうデザイナーが、ディオロムを立ち上げた時のコレクションとかすごいかっこいいなと思っていて、その時にもねこのグレー系のデニムってあったんですけども、それ以来こういったシャープな、ね、グレーデニムっていうのはモードっぽさを感じてすごく好きなんですけども、シルエットも綺麗ですし、いろんな体型の方に似合いやすいので、これはまだサイズもありますし、ぜひチェックしていただきたいなと思いますね。値段2990円、安い、1000円オフぐらいですかね。ぜひチェックしていただきたいなと思いますね。はい、他にはですね、まあ、細身のデニムいろいろありますが、ぜひチェックしてもらいたいのはこれですね。ファーリーフリースセットかっこ長袖、これは自宅で僕がですねもう劇的に愛用しているアイテムなんですね。もう肌触りがすごく良くて、先ほどのファーリージップアップのフリース、これはですね僕はもう部屋着なんですよ。部屋着として使って、一方でこちらのセットアップに関しては寝巻きです。布団に入るときにはこれを使ってるんですね。まあ、僕のね前の寝巻きは3年ぐらい着てかなり使ったんですけども、そこからちょっと新しいものにしたいなと思って新調したのがこちらで、もう1ヶ月ぐらい前から着てるんですが、肌触りが恐ろしいほど良くて、もうねあったかいんですよ。これはもう大感動ですね。もうユニクロのアイテムって、まあ、普段着としても使えますし、ただそれだけじゃなくて寝巻きとか寝具系も強いので、このセットアップめちゃくちゃいいです。色はねネイビーが、まあ、切り替えがあって雰囲気もいいし、まあ、結構おすすめなんじゃないかなと思いますね。あとこのオリーブ系もねなかなかいいんですが、個人的にはなんかシャープなネイビーが落ち着きがあっていいんじゃないかなと思いますね。サイズも全色あります。2000円、これはおすすめですね。
サイズはね、僕はジャストサイズ S を選んでますが、ちょっと寝るときはリラックスしたいなっていうときはワンサイズ上げてもいいかなと思うので、これもチェックしていただきたいと思っております。はい、続いてですね、また寝具がすごくて、ヒートテック枕カバーとかもいいんですけども、これね、これも実際に買ってすごい良かったです。1ヶ月ぐらいして、僕もね、使い勝手の良さ実感してるんですが、ヒートテック敷きパッド寝具ですね。これはね、結構こういった寝具系って強いのは圧倒的にニトリだと思うんですね。まあ、ニトリ僕もすごい愛用してるんですけども、ニトリにも敷きパッドはもちろんあってヒット作があるんですが、なんかね、今シーズン新しく買いたいなと思った時に、ニトリの敷きパッドって四隅をこうゴムで留めるタイプじゃなくて、後ろにこう滑り止めがついていて、なんか置いただけで十分それがずれませんよっていう打ち出しだったんですが、ちょっと僕はそれに懐疑的で、なんか四隅留めてあった方がずれなくていいんじゃないのかなっていうのがあって、まあ、今回ニトリをパスして、じゃあどこで買おうかなと思ったら、ユニクロでやってるんですよね。しかもね、馴染みのヒートテックで肌触りもすごくいいので、めちゃくちゃこれいいなと思ったんですけども、買ってみたらね、最高でしたね。肌触りはね、最高にいいんですよね。もうね、顔をうずめたくなるような柔らかさ。しかも色合いもね、なんかこのダークグレーが品があって、すごくね、寝室にマッチするんですよね。まあ、そういったところも含めて最高に気持ちよかったので、これはおすすめしたいですね。まあ、3990円と安くはないんですが、1回買えばトレンドがあるわけじゃないので、しばらく使えるので、これはね、毎日の睡眠をより快適にっていう言葉通り、寝具って本当に長い時間使うものなので、ぜひ皆さんもね、チェックしていただければなと思いますね。これはおすすめですね。これからの時期というところに安くなっているのは嬉しいところだなと思いますね。はい、こんな具合で、まあ、本当にこうベーシックで使いやすいものが安くなっているので、毛布もいいですね。毛布も欲しい。この色、ダークグレーのね、毛布もいいと思うんですが、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。これがね、創業祭じゃないや、感謝祭の中でのおすすめなんですが、それと合わせて見ておきたいのが値下げ商品なんですね。はい、このあたりがですね、すごく良くて、今週の値下げ商品というところで、ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーね、これ値下げしちゃったかっていうことで、僕私物があるのでちょっとお見せしますね。これはね、ホワイトマウンテニアリングのね、はい、コラボレーションのモデルなんですが、僕ももちろん買って、これはガンガン活用したいなと思ってますね。まあ、最近なんだかんだであったかいので、まだ着てないんですよ。何回か着たぐらいで、朝散歩してるんですが、その時とかね着てますけども、これからの季節大活躍するようなものが半額じゃないや、値下げ、9990円ということで1万円切ってきたっていうのはすごいいいですよね。なんかジップでダブルジップになってるんですよね。今このようにね、ちょっと開けてますが、ダブルジップになっていて、見せ方の工夫もできますし、まあ、プラス J の前回ね、ご紹介したダウンもいいんですが、このね、ちょっとスポーティーな感じ、ポケットが4つついてるんですね。その感じも着こなしのアクセントになってますし、素材の質感もですね、安っぽくなくて、すごく上品なですね、生地感ですし、ちょっと膨らみとか張り感がね、ないっていう意見もあったりしたんですが、個人的にはね、そんなにそこは気にならないです。まあ、カジュアルに着るアイテムなので、あんまり上品すぎない方がかえっていいかなと思うので、この生地の風合いも含めて個人的には好きですね。1万円を切る価格でダウンが買えて、なおかつホワイトマウンテニアリングのこのデザインの雰囲気を楽しめるのは、コストパフォーマンスめちゃくちゃ高いので、僕は文句なしです。もうすごくいいアイテムだと思うので、これまだサイズもね、あるんじゃないかな。XS はないですが、それ以外は全部あります。カラー展開は、ダークグリーンとネイビーありますが、もう断然ブラックですね。これがホワイトマウンテニアリングらしいし、シャープでかっこいいので、ぜひぜひですね、今季買うんだったらこのダウンがユニクロの中では今安いっていうのもありますし、一押しですね。プラス J かどちらか、上品だったらプラス J、 ややカジュアルな感じで着たいなったら、このホワイトマウンテニアリングがすごく素敵かなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思いますね。はい、ね、限定価格で、あとシングルブレストコートね、これがね、サイズによりけりってとこなんですよね。これ今度動画でちゃんとこのコート自体を、ね、皆さんにレビューしますが、ちょっと持ってきてます。はい、こちらですね。
これね、ユニクロの定番のコートの中では一番いいんじゃないかなと思ってますね。はい、着丈のバランスもいいし、生地もね、このヘリンボーンですごく上品な雰囲気でめちゃくちゃいいんですね。またこれはちゃんと解説しますので、皆さんまた改めてね見ていただきたいなと思うんですが、 XS とか、まあ、2L、3L、4L というところで、端っこのサイズというかちょっとこう小柄の方とか大きいサイズ的にね、そういったものだったら安くなっているということで、定番のものはちょっと安くなってないんですが、これもサイズ的に合う方がいたらおすすめかなというふうに思ってます。あとはですね、まあステンカラーコートとかトレンチコート、このあたりもね前回の値下げの時にご紹介しましたが、引き続きすごくいい価格で買いやすいので、ぜひチェックしていただければなというふうに思っております。はい、ということで今回の動画では11月の19日から29日まで開催されてますユニクロの感謝祭のアイテムの中から、これはいいんじゃないかなっていうものをですね、いくつかピックアップして皆さんにご紹介させていただきました。まあ、感想としては結構ね、僕自身が私物として持っているものが多かったというところで、まあ、ベーシックなものも多かったので、すごくね、この時期に買い物するんだったら間違いがないかなというふうに思っています。まあ、例えばね、ウルトラライトダウンだとか、あとはフリースだとか寝具系だとかね、このあたりはもう定番で長く使えるものなので、まあ、安いね、価格で買えるときに買っておくっていうのもすごくいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思ってます。はい、それだけではなくてね、結構通常の値下げになっているもので、ホワイトマウンテニアリングの、ね、ダウンが1万円切っていうのは結構衝撃的でしたね。これはまだサイズも豊富ですし、これからじゃないですか、まさにこれからのアイテムなので、ぜひ皆さんね、まあ、今期いろんなダウン見てきましたが、その中でも1万円以下っていうところでもうぶっちぎりでホワイトマウンテニアリングのダウンがいいので、この機会にチェックをしていただければなと思ってます。これからもですね、こちらのチャンネルでは、まあ、セールの、ね、情報もお伝えしますし、ユニクロのアイテムですとか、まあ、他にもね、セレクトショップのオリジナルのアイテムですとか、まあ、僕がいいなと思ったものは忖度なしでどんどん皆さんにお伝えしていきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。